今ですね、セイコーマートのね、店員の方からですね、声をかけていただきました。私どものね、動画のですね、を見ていただいているということで、今、声をかけていただきました。すごい緊張いたしました。ゆうたろさんということでね、今、声をかけていただきまして、ありがとうございました。本当ね、セイコーマートの方からもね、このように、見ていただくということ、非常にありがたいです。私どももね、セイコーマートずっとね、やっててよかったなと思います。これからもね、関東にね、セイコーマートを増やす会、総括支部としてですね、本場さんをはじめですね、埼玉県の、セイコーマートをね、どん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 増やしていきたいなと思っております。本当にね、セイコーマートの、パートの方、働いている従業員の方にも声をかけていただきまして、ありがとうございます。またね、取材時にはね、いろいろとご協力いただいて、本当に助かっています。私どももね、これからもセイコーマート応援していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日ね、イートインコーナーが開いていなかったので、おにぎりをね、ホットシェフのね、おにぎりを買いました。で、今ね、チェット君がね、紹介するということで、これはですね、実は、おかか卵と、おかか&卵ということでね、初めて、私、見ました。シールもね、おにぎりということで、新製品みたいですね。初めて見ました。どんな味がするのかね、これからちょっと開けて食べてみたいとは思うんですけども、テト君もね、よだれを垂らしながら、早く食べたいということでね、早く取材を終わってほしいということなんですけども、セイコーマートはね、こういうふうにしてどん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 新しい商品を開発しています。本当ね、北海道のローカルコンビニと、一言に言ってしまってもですね、商品開発力、セイコーマートはですね、セイコーマートという会社が母体になっていますけども、セイコーマートはですね、まず、セイコーマートというね、販売拠点を持ち、そしてね、北海道のところにですね、工場を持って生産しています。あとね、物流ということで、配送するね、配送も持っています。それからね、メーカーとしてね、例えばですね、セイコーマートのアイスはね、私見たんですけども、伊藤洋華堂家のアリオ、それからウェルシアとかね、そういったところにもね、アイスを入れています。ですからね、セコマという会社は、物流、製造、販売、それからね、メーカーとしてね、4つのね、顔を持っています。以前ね、前のね、社長が、おっしゃってたんですけどもね、セコマートというのは、そういったことでね、道民の方に、少しでもね、安い料金で還元している。セコマがね、儲かれば その分だけね、北海道の方に、ね、少しでも、まあ、北海道の人だけじゃなくて、お客様に、ね、還元ができるということです。セイコーマートはね、他の大手コンビニが撤退した、地域であってもね、出店してですね、その地域のね、基幹になっているということです。ライフラインになっているということでね、本当にね、セイコーマート、北海道にはなくてはならない、お店だと思っております。ぜひね、関東にも、そしてね、全国にも展開していただきたいんですけどもね、まずは北海道の皆さんのために、そしてね、関東で足固めをしていただいて、全国展開、特にね、東京にね、はたくさんファンが、北海道のね、出身の方がたくさんいらっしゃいまして、私のね、動画を見ていた方もですね、東京の方に出店していただければなという声が、たくさんありました。ぜひね、セイコーマートがね、どんどん発展していただいて、東京進出、私も楽しみにしております。で、テッド君、お昼ね、ご飯食べてから帰りましょうかというところで、今日はね、埼玉県に、埼玉市にあります、セイコーマート、コンバ店より、テッド君、さよなら。